高野明夫は、音楽ジャーナリスト。富山県富山市生まれ、国学院大学文学部哲学科卒業。ドイツ・ライプツヒに20年以上在住。ライプツヒ・バッハ資料財団をはじめ、数々の音楽団体の広報やアドバイザーを兼任。バッハの宣伝マンとして活動している。広報、ライプツヒ・バッハ資料財団。ライプツヒ・ゲバントハウス管弦楽団。 ライプチヒカ劇場、ベルリンディアス室内合唱団、ドレスデンモーリツブルク室内楽音楽祭、ドレスデン私立音楽祭、聖トーマス協会、音楽アドバイザー、リューベック・ブクステフルデ音楽祭実行委員長、ザクセンバロックオーケストラ、新バッハコレギウムムムジクム、その他、バッハ音楽祭と山音楽監督、富山バッハを機構の開会,会長、日本テレマン協会ヨーロッパ総局長、 アドバイザードイツ連邦ジャーナリスト連盟会員、ドイツ連邦スポークスマン協会会員、国際ジャーナリスト協会会員1960年、富山県富山市に生まれる。小さな立ち飲み屋を営む両親と二条館と四条半の二軒、暮らし、貧しさゆえにいじめに遭う。中学三年のある日、恩師からクラシックの演奏会に誘われ、そこで初めて聴いた、バッハの曲に衝撃を受ける。 その翌日から図書館の市長確室に通い詰め、高校を卒業して上京するまでの3年半、休館日以外は毎日バッハを聞き続けた。国学院大学入学を機に上京、アルバイトをしながら通学した。1989年、ベルリンの壁が崩壊すると、これでバッハがカントルを務めた正トーマス教会へ行けると思った。 東西ドイツ統一のわずか3ヶ月後の1991年、ロンドンからベルリンへ渡り、列車でライプツヒ駅へ到着した。目的地、聖トマス教会までやってくると、当時一人で教会を切り盛りしていた牧師の心遣いにより、特別に牧師館での宿泊を許され、バッハの墓の花を変えるなどの手伝いをして、滞在期限3ヶ月を過ごした。 その後もアルバイトで旅費を貯めては、ライプツ費に通った。しかし、音楽教育も受けておらず、バッハを仕事にするにはほど遠く、34歳で見切りをつけ、全く関係のない会社に就職した。その間、バッハは諦めようと一切聞くことも止めた。半年後、無理がたたったのか、脅迫性障害を発症。働くこともできず、 コンビニで期限切れの弁当をもらうような生活を送った。その後、うつ病と診断した主治医の勧めで生活保護を受給した。医師の治療と生活保護のおかげでなんとか療養生活を送っていた1997年37歳のある日、ライプツィヒ行きの航空券が届いた。生徒をマス協会の仲間やライプツィヒの音楽家たちが看パしてくれたものだった。 その航空券で、ライプツヒを訪ね、バッハ音楽祭の手伝いをすることになった。生活は貧しく、穴の開いた靴にガムテープを貼り、街灯で、バッハ音楽祭のチラシを地道に配り歩いた。栄養失調で、救急搬送されたこともあった。翌2000年、東京文化会館にて、バッハ没後250年にちなんで開かれたコンサートの企画案が採用され、 解説を担当する後期に恵まれる。2001年からライプツィヒバッハ資料財団に勤務。その後、功績が認められ、世界最古のオーケストラ、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の広報も任されることとなる。その後も数々の音楽団体や音楽祭の広報やアドバイザーを任され、現在に至る。2019年、バッハ音楽祭と山尾音楽監督に就任。 翌年に富山からバッハの魅力を発信すべく富山バッハを機構の会を主催。また2020年ライプツヒ聖闘マス協会の広報に就任した。現在、バッハの宣伝マンとしてバッハの魅力を多くの人に伝える活動をしている。ありがとうございます。